六角獄社は平安時代に建設された左獄、右獄を前身とする京都の牢獄である。正式名は三条新地牢屋敷。移転を繰り返して、宝永五年の京都大会以降に中京区六角通河水泉園に仕いる南側に移転されてからは六角獄社、または六角獄、六角牢などと呼ばれるようになった。六角獄社跡にある 淳南金労市中霊東西、大法人京都管科保護院により、昭和15年7月20日建ての平安系以来の鎖国が豊臣秀吉の時に小川通大池上がる西側に移され、法営5年3月の京都大化の後に、さらに移転し、現在の中京区六、各通河水見園西いる南側に移転された。当時の地図には、老屋敷とある。 敷地内には十八条時期のキリシタンロウがあり、中の間は三軒四方であった。キリシタンロウは、江戸にもなく稽古な存在であった。法歴四年、医学者、山秋東洋が京都諸市大の許可を得て、日本で初めて人体解剖を行った場所が六角獄舎である。解剖には死刑囚が用いられた。幕末の混乱の中、井伊直介の安政の大国による、 政治犯や過激な尊王上位柱志らが多く、捕らえられて処刑されるようになる。しかし、反面、尊王上位思想の強い囚人が集まったため、牢内で囚人たちに尊皇論を説いたり同志と知り合ったりなどということもあったらしい。源氏元年7月19日に始まった禁門の変に伴い生じた火災は、京都市中に広がり六角国者にも及ぶ恐れが生じた。 管理を任されていた京都庁奉行の滝川愚挙は、過激な志士たちの脱走を恐れて囚人解き放ちをせず、未だ判決が定まっていなかった、幾野の変の首謀者、平野国臣、天中組の変の水軍前之助、犬類重郎など囚人33人を残罪に、処してしまう。しかし、六角獄者に火は回ってこなかった。これについて、安政の大獄で捉えられていた、 村井忠司令が記した手記、類詩に当時の生々しい記録が残る。さらに、前月の池谷事件の折に捕獲されていたここ、俊太郎をはじめとする尊濃城石氏らも残在。この件は、新選組の仕業と疑われるようになる。明治以後、監獄から保護施設として改築された。残首に使われた刀を洗う。 首イいが埋め立てられてはいるが跡地に現存しており、密かな心霊スポットになっている。明治維新後、時計場は二条城近くに移転したものの、六角国舎は1885年までは文館として利用された。その後、跡地を利用して出国した者の身寄りのない者の,の引き受け、構成施設として設立された財団法人京都管家保護院が国舎跡地に移転した。 敷地については、市から無償対応を受けていたが、1916年には無償譲渡を受けている。1991年、施設の北側が不動産会社に売却され、その資金で、管轄保護院の改築を行った。不動産業者に売却された部分にはマンションが建築され、現在に至っている。大宮通六角近くにある、山脇東洋のふわげの地の石踏み。 日本医師会等が1976年に混流した。法歴4年2月7日、医学者、山明東洋が京都書子大であったオバマ藩主、堺忠正洋の許可を得て、六角国社で日本で初めての人体解剖を行った。この時の解剖記録、解剖図4枚を収めたのが増紙である。多くの誤りもあったが、日本医学史上に占める意義は大きく、 その後、弟子たちにより、全国各地で解剖が行われることになる。ありがとうございます。